でボスを引かれるとおしまい。ポケカ企画第1弾として、はい、ヘロさんにご出演いただいてるんですけども、この友達の中で、ヘロさんが一番こうポケカ詳しそうだなって思ったんですけどポケカってどれくらいやってますか？いや、詳しそうって言ってもらったところでちょっと申し訳ないですけど、今ポケカ始めてちょうど1年ぐらいなんですよ。あはははで、人生でカードゲームをほとんどやらずにして、今ちょっと面白そうだなと思ってて、去年の2月に僕誕生日で、うん、マジック・ザ・ギャザリングっていうゲームのカードをプレゼントでもらって、そこからポケモンカードもやってみようと思ってやりだしてハマったっていう感じです。なるほど。大会とかにも。そうですね。去年の、うん、今年1回シティリーグっていうのに出て、でもまだ全然まだ決勝トーナメントまではいけなくて、最大、最高9位っていう2回戦。いやすごいじゃないですか。はい、僕もね、ポケカ大会目指していきたいと思ってたので、ポケカの大会に出たことある。先輩にヘロさんに胸を借りようということで、今回はよだかのレコードドラマチックルームジムのドラマチックルームジムジムリーダーヘロと対戦していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。シャッフルの速度がちょっと違いすぎるんだけどいやでもね、このスリーブ使いづらくて、まだ僕スリーブ知識が全然ないんですけど、とりあえずスーパーじゃないですけど商業施設で売っていたスリーブをとりあえず使ってるんですけど、ちょっとね滑りすぎてて、トランプとの扱いが違いすぎるんですよ。あ、やっぱ全然違う。まあ違いますもんね。トランプスリーブ入んないですもんね。ではあります。最初グッジャケポイ。先行。じゃあここで。はい。種ないので引き直しさせていただきます。そのデッキ、キングドラデッキですね。いやいや、キングドラが入ってるだけなのでキングドラじゃない可能性まだある。キングドラじゃない可能性全然あるんでね。確かに、はい、キングドラがちょっと見えちゃったな。ちょっとデッキに1枚パーツ余ってたんで、うんうんうん、キングドラ入れてみたよって感じです。なるほどなるほどじゃあ1枚そうですね、貸してもらいます。はい、はい、いきます。なるほどね。はい、よろしくお願いします。パツです。書いてちょっとね弱点なんですよね。はい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 。では1枚もらいます。いない可能性高いですね。書いてきついですね。仲良しポフィン使います。はい、パツを2枚ベンチに出します。はい、まあこれでとりあえず終わることはなくなったというこれでまあ、はい、ありますからね、ポケモンカードね、始めた瞬間、はい、あ、ここはカラミンゴ刺します。カラミンゴ団結の翼で、でここで一気に群れを使います。この中からカラミンゴを呼んできます。どういう特性なんですか？これは使うとね、はい、中の山札のカラミンゴを全部呼び出せるまあどんどんトラスにはね非常に適している状態ですね。なるほど。今2枚いました、スーパーフォール使いたいので、すいません、カット。ポケモンカードを始めていろんな衝撃があるんですけど、知らんポケモン多い確かに、ね、ポケモンの知識もめちゃくちゃ増えますからね、はい、僕ほとんどむしろやったことなくて、ポケモンカードでをやってからポケモンをやってるんで、ペパーだ、ペパー出てきたみたいな感じで。へー、ペパー知らないんですよ。複数なんか団結の翼は僕もナイトワンダラーを買ったので、はい、複数でどういう技か知ってるんですけど、で2枚でちょっとよろしくない気がして、よろしくない気がします一輪子出しておきます。はい、博士の研究でこの手札を取らします。でもうね、ちょっと夜の単価2を切っちゃうっていうのはね、なかなか辛かったんですけど、
どうしても攻撃したいなと思って。なるほど。なるほどな。あ、もう攻撃の準備が。準備。シークレットボックス使います。そうすると2と。エネルギーこれ回ってる方ですね大ピンチだ。の道具としてこれを持ってきます。じゃあキャプチャーロー使います。はい、コインの表ならあの進化、裏なので種ポケモンを持ってきます。はい、種ポケモンはめちゃくちゃ回ってる。チョロネコ、確かにめちゃくちゃ回ってますね。めちゃくちゃ回ってる。で、さらにハイパーボール、闇カラスを持ってきます。こう回ってますね。これは番が終わらない。かかってないします。はい。じゃあ、イキリテイク使います。はい。じゃあ、6枚。もうすぐ番がありそうです。これはすごいなぁ。で、目黒を出して、はい、闇カラス出して、はいはい、薄れたスタジアムでイキリンコをもう逃がします。ね、こいつやっぱり言うとね、なるほどね、こいつのせいで死ぬことがあるんでね。サイドがね、ということで団結の翼を攻撃をします。かなり、ね、団結溜まってる状態で3、4、5、6、7、8、3、4、5、6、7、8枚、はい、で20下がってるので140で立つ倒します。はい、弱点なので280ですかね。はい、気絶します。はい、立つ前に出します。じゃあ引きます。はい、くぅー、はい、使って、はい、シークレットボックスとセグレイブをやってきます。シークレットボックスを使ってセグレイブ、キングドライ、ライトを投資します、うん、ポケストップ、ハイパーボール、カイボールとポケモンの道具はこのデッキには入ってないので入ってないのね、入ってないのでこの3つを左に置きます。仲良しコフィンで、はい、いるいるかな、あー、いないかな。対象なしです。はい、おー、対象なしなの。これまずい、まずいですね。そうなるとハイパーボールで発生の緊急スーパーエネルギー回収をトラッシュします。一度、はい、やっていって、まあ前のタッツーがこれは死ぬだろうシードラに進化させます。はい、でポケストップを貼って、はい、いきます。はい、1枚3枚トラッシュします。はいはいおで、ね、これで番もあります。いや、これはちょっと僕がね、運がかなりね、良さそうな可能性が高いですが、じゃあハイパーボールでボスの指令とエネオでタルダス持ってきて、はい、あとエネオ、闇カラスに貼ってカットに開きます。はい、何じゃも使います。うわ、じゃあ5枚、6枚にもなります。ハルキア入ってくると場合によってはめちゃくちゃ早く月光手裏剣が飛んでくる可能性があるのでマナフィーしておきます。はあ、なるほど。団結翼で倒します。はいはい、気絶します。では1枚引きます。はい、翡翠のヘビーボールを使います。輝く月光がを持ってきます。ただマナフィーがいるんでこれは隠し札要因ですと。で輝く月光が置いて隠し札を使います。はい、1枚フラッシュして2枚いきます。はい、これで水エネルギーを前に手張りして、まあこれはしょうがないね。
しょうがないですね、博士の研究を使って脱出します。タッツが持ちすぎていて、これ以上こいつが落ちると、うんうん、僕のデッキは崩壊するんですが今迷っていることがあって、はい、気ままに泳ぐでコインを表を出せば、なるほどね、確かに、はい、じゃあまあやってみましょう、やってみるしかない、はい、キングドラ、あ、そっちの方にね、はい、やってみましょう。どっちにしろあの気ままに泳ぐを6回は出せないと思うんで、うん、気ままに泳ぐでライコイあの回で倒そうとしてたんだハイパーボールを使ってキングドラと水エネルギーをトラッシュしておきます。はい、セグレイブですかね、うん、引いておきましょう。でこれもハイパーボールです。トラッシュしておきましょう。はい、安全にお願いします。はい、キングドラ EX を持っていて、はい、これで、王の号令を使います、はい、王が動き出しましたね。セグレイブ、そうですね、セグレイブで倒せますからね、団結のやつらは基本的に。確かに、キングドラにしておきましょうか、うん、それでバンを引きます。はい、じゃあ1枚取ります。で、カラミンゴにナムタンを取ります。で、はい、テスト使います。はい、メタモン、スーパーボール、アクエネギということで、メタモンとアクエネギが押してスーパーボールを使います。はい、スーパーボールで上から7枚、で闇カラス、はい、で闇カラス持ってきてそのままハイパーボールで、ハイパーボールで闇カラスとメタモンで中からフクスロー持ってきて進化させます。はい、ですごい釣り竿を使います。はい、メタモン、メタモン、メタモン、これを博士の研究で7枚、でパルダスでさらに回転を落として2枚、団結の翼で攻撃します。はい、じゃあ2枚、はい、これはセグレイブ前に出しますかね。はい、1枚引きます。これどうしようかな、隠し札使います。1枚出して2枚引きます。うんうん、極低音でセグレイブに1枚貼って、坂巻海流で、はい、自分に使います、はい、4枚引きます。はい、間に合ったよと、極低音で2枚貼って、極低音でキングドラにも貼っておきます。博士の研究を使います。はい、極低音で、極低音でこの辺に貼っといて、バスターテールで回転を起動させます。はい、解説します。はい、で番割です。カラミンゴ1枚引きます。メタモンします。メタモンに NA を貼っておきます。でパルダスでやりカラスを落とします、うんうん、で2枚引きます。じゃあ探検の翼で攻撃します。220で20下がったので200でします。はい、あとサイドが1枚になってしまったと。はい、でセグレイブ前に出します。1枚引きます。はい、これやれることがないので、エネルギーを1枚貼って、一応ね、はい、一応でも何でもないわ一応ですよ、坂巻く帰りを、はいはい、カットしてですね、はい、します。はい、一応ね使わせ
ていただいて2枚、はい、で上から4枚、4枚、はい、まあ、なんかあるかもしれないですからね、はい、はい、ではバスターテールで気絶させます。はい、じゃあカラミンゴ気絶して軟血が増えて、はい、そして、まあ、闇カラス前に出てきて、はい、1枚取って闇カラスで倒します。わー、ありがとうございます。ありがとうございました。すごい、いや、これちょっとカイデンが最初だったのかなりカイデンじゃなかったら、はい、あの倒せてないんで、やっぱり、はい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 、そのキングドラが、はいはいはい、カイデン結構むしろ攻撃多少できない攻撃もあって、ダブルターボじゃなかったら攻撃できないんで。なるほどなるほど、これはギャフンと言わされてしまいました今回はちょっとかなり運が良かったところもあります。いや、でもすごいすごい回ってましたもんね。すごい回ってました最初ね、シークレットボックスも来たんでね。はい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 、じゃあ、はい、一旦ご飯食べます。そうしましょう、はいというわけで、初回はよだかのレコードジムのヘルオと戦うことができましたが、いやー強かったですね。というかすごくなんか、あの、全然ダメですね僕がもっとうまくできたなーって思うところがたくさんあるので、ちょっとね、やっぱり経験不足っていうのと僕の知識不足と、まだまだこう下手なところがたくさんありますので、もしですね、ご覧になられている皆様でもっとこうした方がいいよとか、このシーンはこうした方が良かったんだよとか、アドバイスや、助言がございましたら、ぜひコメントの方書いていただけますと幸いです。これからもたくさん頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。